はい、こんにちは、ロットマンです。最近買ったやつ早速開けていきたいと思います。あと1個来てないんでね、まだ。まあ別にいいかと思いながらガンガン開けていきたいと思います。まずはですね、国内のレコード屋さんから今回は2件買ってみました。じゃーんまずマライアファンタジー、これねやばいことになってます。持ってる方、あと100円で売ってるところがあった方、もう全部買い占めましょう。これ5年ぐらいまではね、こうもっと前かな、もうゴミくずだったですねこれ。それが今じゃ全く買えないんで、早く買っといた方がいいと思いますよ。俺もこれ買うの高かった、まあ100円ではなかったんですけども、結構見てるんで、一番高いところだとこれ3000円ぐらいで売ってますから気をつけてください。で、オンリューのリミックス、これがね最近ね全然出てこない。これ UK で、 UK 版もね超レア、まあ知ってると思うけど、UK 版はもう3000円以上します、結構いいですね。まあまあ。で、デズリー、これも100円が主流だったんですけど、最近もうこのジャケ付きとかも全然買えないんで、大丈夫かな。まあ買って、早く買ってしまいましょう。こういうのもね見たら買っとかないと。で、マイリン、マイリンも安定ですね、安定の1枚で、これ高かったけど、まあ、ちょっとね諸事情で、買うことになったんですよ。まあ、ちょっとどっか行ってしまったんですけども、プレスが悪かったんですよね、早い話が。なのでこれ買い直したっていう形です。まあピンピンで届いたんで、まあ満足してもらえるかなと思います。で、番が悪かったやつはちょっと今後考えないとなと思います。ここは以上ですね。まあいい買い物したかなと思います、ついで買いとはいえ。続いてこちら、これはね個人の方からお買い上げさせていただきました。で、初なんで同じものを買ったけどちょっと心配もあったんでね、まあ保険という形で買ったっていう感じで、やっぱりほらこうやってね梱包も適当なんで、でグレーティングがね何しろやっぱ一番危ないからしっかり見ていかないと。ピンピンでしたね、これ VG で来てたんですけど全然良かったですね。すごいいい感じですね。箱もねちゃんと入れ直してくれてますね。で、全然買えなかったのはこれ、これはもう全然買えない、もうここ何年ももう高く出てますね。で、状態もちょっと擦れてますけど、まあいいですね。普通の中古版よりも全然ピカピカ、 VG ですね、 VG プラスですね。で、キーシャコールのマーリーマールのリミックス、ピカピカ。これももうネタバレ完全にしてるんで高くなってきてますんで、早く買っといた方がいいと思います。以上ですね。結構同じもん買ったのにはまあ理由があるということで、考えながら見ていただけたらなと思います。まあ逆に言うとね、こうやってレコヤはあのリスク取って買ってるんで、そのあたりちょっと分かってもらえたらと思います。よろしくどうぞ。